マラウイ国防軍はマラウイの国防を司る軍隊である。この軍はイギリスの植民地時代に置かれていた王立アフリカ小獣隊の流れを組み、1964年のマラウイ独立と共に設立された。女性の入隊を容認するようになったのは1996年のことである。マラウイ陸軍の部隊であるマラウイ小獣隊は1964年に イギリスから独立を得た時に編成された。その最初の大隊は、王立アフリカ小獣隊の第一大隊より構成されたものであった。軍の本拠地は、ゾンバのコッペ・バラックであるが、この名は、アレクサンダー・コッペに由来する。1966年7月6日、マラウイは共和国を導入し、ヘイスティングズ・カムズ・バンダが、初代大統領となった。 大統領就任セレモニー後のバンダの一番初めの義務は国軍の大隊に新たな連隊機とバンダの大統領機を与えることであった。現在のマラウイ陸軍は二つの小銃連隊と一つの落下産部隊から構成されており、マラウイ国防省の権限下に置かれている。2003年度のアメリカ合衆国国務省による国際軍事教育プログラム参加訓練の文書から、 アメリカはマラウイ小獣隊、第2大隊、マラウイ小獣隊第3大隊、パラシュート部隊、戦闘支援大隊に訓練を施したことが示唆されている。1976年、マラウイ空軍はドイツの協力により設立され、1976年から1980年にかけて単発のドルニエドゥ27を6機と、軽装発のドルニエドゥ288機を、 引き渡された。また、同時期に、フランスから SA316、AS350 駅霊湯、AS355 駅霊湯2を1機ずつと、3機の SA330 の引き渡しを受けた。1986年には、米1 2号の8001機が配備された。1986年から1989年にかけて、 旧型のドルニエが退役する分を補うため、4機のドルニエドゥー228を導入した。1990年には2機の C-47 とターボプロップ機の PT-6A をアメリカから引き渡された。なお、マラウィ空軍は以下の機体を保有している。ナマキュラ型内海小海艇。写真は南アフリカ海軍の同系艇。国境線が存在する。 マラウイコにおいて活動している。基地はマラウイコ畔のモンキーベイ。海軍は陸軍の指揮下に存在している。2008年時点の兵員は225人である。文献によっては海兵隊と訳されている。ありがとうございます。